バラード第1番編に蝶々 S170 は、フランツリストが1845年から1848年に、かけて作曲したピアノのためのバラード。1849年にキストナー社より出版され、オイゲン・ウィトゲンシュタイン公爵に検定された。公爵は、バラード第2番の検定を受けた、カール・フォン・ライ人間伯爵の義理の兄である。1849年に、 パリのメイソニエ社から出版された楽譜には十字軍の歌という副題が付されていた。これが作曲者自身による命名であるかどうかは定かではないものの作品の内容を考察する上で一向の価値ある情報と言える。曲は平面な構成と明るい調子で貫かれている。約7から8分。三部形式。曲はまず4。 4拍子で調合のない前奏曲と題された助奏に開始する。ピアニストのレスリー・ハワードはゆったりと上昇する開始部分について、ショパンのバラード第1番の影響が明らかであると指摘している。変異調調へ移行し、3、4拍子、アンダンティーのコンセンティメントとなって、フレイ1が出される。 この主題は変異蝶々で書かれた過去の作品から流用されたものである可能性がある。フレイ一フレイ一が様々に形を変えてそうされると中間部の更新曲に入る。フレイ2更新曲が華麗にそうされると変異蝶々でフレイ一が回帰し繊細に主題を装飾していく。最後はピューアニマートとなって勢いを高めながら一気に曲を結ぶ。ありがとうございます。